Damit begrüße ich euch ganz herzlich zu Sword Art Online Last Recollection, dem Livestream. Schön, dass ihr dabei seid. Natürlich auch die Leute, die auf YouTube das denn nachgucken, die begrüße ich ebenfalls. Falls ihr mein YouTube-Video gerade seht, begrüße ich euch auch ganz herzlich. Wir streamen das hier parallel auf Twitch. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Sword Art Online Last Recollection. Heute wieder mit einem Extended Stream. Dieses Mal etwas weniger als beim letzten Mal. Dieses Mal in Anführungsstrichen nur 6 Stunden statt 8 Stunden. Und heute geht's dann also endlich weiter mit der Main Story. Und zwar, ja, wir haben ja beim letzten Mal hier die Stadt ein bisschen erkundet. Haben hier einige Sidequests angenommen. Haben da tatsächlich auch ein paar Quests auch schon abgeschlossen. Ich glaube, 2 Quests haben wir beim letzten Mal abgeschlossen. Und ja, jetzt wollen wir zum Burg Obsidian, denn wir wollen ja dort die Friedensverhandlungen abschließen, beziehungsweise ansetzen, denn wir wollen ja, dass Frieden herrscht. Aber ich könnte mir vorstellen, es wird vielleicht ein bisschen schwierig, gerade weil ja nicht so viele Länder im Grunde genommen oder viele Leute für uns eigentlich sind. Eigentlich ja nur 2. Ja, wir sind hier immer noch auf Level 15. Ich habe vom letzten Mal bis zum diesem Mal jetzt nicht großartig gelevelt. Also gar nicht gelevelt. Also ich habe das Spiel tatsächlich jetzt die 18 Stunden nicht mehr gespielt. Und ja, ich würde dann einfach sagen, let's go. Wir sprechen mit Kainan. Oh ja, Kirito-san. Mou junbi wa dekimashita ka? Junbi bantan da. 案内頼むよ。 ベルクーリ、来たか。 出迎えご苦労、暗黒騎士団団長殿。 減らず口を。だがうちの団員が世話になった。予定と違う人員を送ってしまったことをまずは詫びよう。そしてその上で5体満足で返してくれたこともな。ドロシー、お前のしたことは規律違反だ。後でしっかりと償ってもらうぞ。 承知しております。なあ、ドロシーに何か懲罰が与えられるなら、一応こっち側の意見も聞いてくれないか。なんだお前は。人海の和平使節団の使者の一人、キリトだ。 確かにドロシーは無茶が多かったかな。人海側にもそう言われては懲罰を増やすしかないな。でもその無茶は全部自分じゃない他の誰かのためだ。勝手に出て行った動機はまずあんたの幸せのためだ。縛られて掘り扱いを受けてもサライがいたせいもあってか じっと耐えていた。途中で本当に殺されるようなことがあっても黙って受け入れていたかもしれない。だって和平交渉に支障が出るだろう。キリト、俺たちがここに向かおうと思えたのも彼女のひたむきな思いがこもった答弁と自分のことは顧みない真摯な在り方に心打たれてこそだ。 確かに小娘ができたことをそちらはできないのかと啖呵を切られた時は、はっ、やってやろうじゃないかとまんまとその気にさせられた。あれは確かに聞いた。我々に囲まれて味方もいない状況でよく言えたものだ。強き信念を感じた。 長官は、あの時は必死で、今はとても無礼だったと承知しております。ほらな、誰でもできることじゃない。無茶はしたけど。
死者はドロシーで正解だった。そこを結果論だと言われると辛いけど、あんたには覚えておいてほしい。俺もドロシーが死者だったから心動かされたよ。別にかばうわけじゃねえが、実際その通りだ。道中もよくしてくれたぜ。というか、お前婚約したんだってな。祝いの品くらい持ってくれよかった。この話はとりあえず終わりだ。城内を案内する。来い。なんだ、未来の嫁さんの話はなしか。いい女じゃねえか。おい、顔赤くないか。閣下、お戯れはその辺にされた方が良いかと。女性への褒め言葉は不用意に言うものではありませんよ。さあ、みんなも行きましょう。皆さん、先に行っていてください。俺追いかける。みんな、後を任せてもいいか。ええ。我々が先に行って場を持たせておきます。彼女泣いているように見えましたから、声をかけてあげてください。うん、言ってあげて、キリト君。ドロシー、見つけた。キリト、ごめんなさい。どうして泣いてるんだ。ショーカーは自分が情けないのです。シャスター様やリピア様のお役に立ちたいのに、失敗や空回りばかり。挙句の果てに敵である君たちにかばってもらって、きっとシャスター様は召喚のことを恥じたはず。召喚は何をしてもいつもダメで、誰かにとって恥ずかしくて目を背けたくなるような、そんな存在なんです。あのさ、一つだけ訂正したいんだけど、俺たち敵じゃないよな。旅の仲間だろ。ドロシー言ったじゃないか。召喚はそんな存在ではありません。仲間になどなれません。君たちにとっては敵で、この生まれ育った暗黒界ですら受け入れてもらえない、そういうはぐれ者の滞在の子供なんです。じゃあ過ごした時間はなかったことにするのか。一緒に野営したり戦ったりしてきたじゃないか。スイッチだってもう結構できるようになったよな。ドロシー、俺以外のみんなともよく話すようになってる。そういうのって仲間って言うんじゃないのか。違うのか。少なくとも俺はそう思ってるよ。召喚は、召喚はダメな存在なのです。みんなが母さんと父さんの悪口を言うんです。恥ずかしいって。召喚は自分がダメじゃないところを証明したかった。二人の悪口を言われたくなかった。でも何をやっても結局安心して息ができる場所は作れなくて、
息ができない、息がうまくできないんです。泣くなよドロシー、そばにいるよ仲間じゃないなんて言うなよ キリッみんなドロシーのこと心配してたぞ。ドロシーがどんなに仲間じゃないって言っても俺たち勝手に味方するからな。もう仲間だって思いたいんです。うん、分かってるよドロシー、言ってることと態度がちぐはぐだもんな。君たちともっと仲良くなりたい。うん、それも分かってるよ。和平会談を成功させてさ、いろいろ言ってくるやつを黙らせてやろうぜまずは泣き止んでからだな。カタカさ、友達だからな。キリト、ありがとう。もう大丈夫です。お恥ずかしいところをたくさんお見せしました。でも大丈夫です。キリトがみんながいるから。うん、でも無理するなよ。辛くなったら言ってくれよな。それじゃみんなが待ってる大広間に向かおうか。Das? Also es gibt ja gar keine... Okay, jetzt passiert was. あの滞在。無事だったらしいじゃない。よかった。どの口が言う ?DIL。お前がドロシーを追跡して死に至らしめる攻撃を仕掛けていたのは、すでに報告が上がっている。それが何？私は言ったはずよ、反対派だと。妨害はしないと言った覚えはないわ。詭弁はよせ。その名分にかこつけてお前はドロシーを手に入れたかっただけだろ。あなたから差し出してくれてもいいのよ。命まで取らない。暗黒術の発展のためにも協力してほしいだけ。あの滞在の体はきっと素晴らしい実験の材料になる。考えただけでも恍惚としてしまうわ。俺がその申し出に首を縦に振るとでも。ふざけるな。いかなることがあろうとも俺の部下を苦痛に至らしめることは許さん。控えろ DIL。 今ここで俺に剣を抜かせることがお前にとって得策ではないことくらいわかるな。そうね、この辺にしておいてあげるわ。オブシディア城へ着いて、俺たちはようやくこの旅の目的である和平会談にたどり着いた。
あとは話し合いと言いたいところだったが、そう簡単にはいかなかった。和平推進派である暗黒騎士団と商工会ギルドが何か発言すれば、すぐに否定の言葉が返される。人海側が口を挟む余裕がないほどだ。横から勢力を見たところ、反対派は暗黒術師ギルド、山ゴブリン族、平地ゴブリン族、発言を控えているのは暗殺者ギルド、オーガ族、ジャイアント族、条件次第ではと譲歩を示しているのが中立派の剣闘士ギルド、オーク族といったところだろう。殺し合いで決めるべきだの一点張りが反対派、条件次第ではの中立派も族長を立てて、もしくは総力戦での戦いを提案してくる。それじゃあ戦争するのと変わらないだろうとシャスターが諌めるのを繰り返し、和平交渉まで到底たどり着けず、やがて事件が起こった。いやー、まどろっこしいな。おい、こっちに来たんだから、こっちのやり方でまずは話をつけさせてもらうぜ。イスカ、貴様何をするつもりだ。だから人海からも俺たちからも一人ずつ出して怠慢をだな。生ぬるい、ああ生ぬるい、ここで全員潰せばいい。おやめください。せっかくの人海との和平の場です。これでは意味が。よっしゃ、俺も参加するぜ。イスカ、やめろと言ってるだろうが。なあ、おい、シャスタ、離せって。待て、順番デモンがあるだろうが。グルグル、シグロシグ、おでもいるんだぞ。オークと剣闘士、そこで見ていろ。いいぜ、一騎打ちだって言うなら受けて立ってやろう。ベルクーリ、お前までそんなことを。キリト、どっちか相手しろ。こっちも数を合わせねえと。ベルクーリさん、和平交渉を放棄したわけじゃないんだよな。ああ、さっきから話は堂々巡りだ。実際に戦ってみたら、こちらがどういう脅威になり得るか分かってもらう方が得策なんじゃないかと思ってな。勝敗がどうなっても会議が紛糾するだけという可能性も。どの道興奮してる奴らを一発殴って混沌させないと話し合いにも戻れねえだろ。あ、ほら来るぞ。Wird das jetzt hier wirklich ein Kampf? Okay, dann let's go. Zusammen also mit Berkuli. Mit Level 10. Dann zeigen wir mal den Kollegen, was wir hier alles so drauf haben. Wir sind zwar zu zweit, aber wir haben immer noch Berkuli, auch wenn der jetzt nicht so maximal gelevelt ist. Aber Level 12 sollte, denke ich mal, reichen. Ja, Berkuli hat zwar ein paar Problemchen. Aber trotzdem. Ah, genau, ich will den Wolf erstmal verprügeln. Weil es ist erstmal wichtig, dass wir einen rausnehmen. Besonders weil der Große sowieso nur mächtige Schläge drauf hat und nicht wirklich gefährlich werden kann.
erstmal nur auf den Wolf und dann laden wir mal unsere SP auf und dann rauf auf Fugre. Dann steht er bald nicht mehr. Hälfte haben wir ja schon abgezogen. Irgendwo Berkuli sieht nicht gut aus. Berkuli ist sogar besiegt. Das ist nicht gut. Ja, jetzt habe ich aber ihn zumindest in den Bruch. Jawohl, und jetzt die Ulti. Jawohl. Berkuli steht nicht mehr, das ist schlecht. Weil ich halt ihn nicht ausgerüstet habe mit Items. Deswegen ist Berkuli etwas underleveled, weil er halt keine Rüstung und so hat, die ihn theoretisch nochmal verstärken würden. Aber wir haben ja ihn gleich kaputt bekommen und dann sollte es auch einfacher sein, weil wir uns voll und ganz auf den anderen konzentrieren können. Genau, perfekt. Der erste ist schon mal weg. Ich versuche mal die Konzentration von ihm auf mich zu ziehen. So, jetzt werde ich mal kurz unbesiegbar. Damit er hier gar keine Chance mehr hat. Okay. Aber er macht das schon mal gar nicht mal so schlecht. Hab das Gefühl, dass er auch vom Bruch her ein bisschen schwieriger zu brechen ist. Aber den Kampf haben wir mittlerweile konzentriert. Auf unserer Seite. Ah. Hätte vielleicht blocken sollen. Noch habe ich die Hälfte HP. Er hat auch nur noch die Hälfte. Aber ich dachte halt, dass ich mit dem Ausweichen ein bisschen besser hinkomme. Ah, ich wollte ihn kontern. Das hat aber leider nicht funktioniert. Mann, ich kriege ihn aber auch nicht zum Kontern, ne? Ich will ihn eigentlich ständig auskontern. Aber das gelingt mir leider nicht. Mann. Ja, jetzt ist Berkuli down. Jetzt endlich. Das gibt's doch gar nicht. Ich krieg nicht weggekontert. Aber wir haben ihn gleich gebrochen. Jawohl. Jawohl, und jetzt Berkulis Ulti. Jawohl. Aber ich dachte, jawohl, Berkuli hat auch Schlussakt gemacht. Ich dachte mir schon so, Berkuli muss doch jetzt hier den Schlussakt setzen. Das wäre dann viel cooler gewesen. Und tatsächlich hat er den Schlussakt tatsächlich gemacht. Haben wir schon mal gezeigt, wer hier Herr im Haus ist. さすがは熟考。お見それした。だが、爪が甘い。こちとら長生きだけはしてるんでな。もう少し修行してから俺に挑みな。若造ども。 ベルクーリさんが味方でよかったよ。さて、どうなるかな。次は俺だ。俺に挑戦させてくれ。天界から来た最強の騎士、ベルクーリに挑める機会はそうそうねえ。そっちのポーズでもいい。キリトって言ったが、お前もいい動きをしてた。俺と戦おう。 お手も一戦交えたい。ここでひるんじゃ多くの名が廃る。第1回和平会議は不発に終わったかに見えたが、意外にも風向きはそう悪くはならなかった。ドロシーの言う通り、ダークテリトリーは 力こそ全て、その
ジャイアント族の族長に俺たちは認められたからだ。この二つの種族は和平賛同派に回ってくれることになった。他の族長たちとの戦いはシャスターとレンギルの説得のおかげでとりあえずは回避したが、代わりに俺たちは試練を与えられることになった。和平派に回ってほしいのなら、現状賛同していない種族をそれぞれ説得してみろという試練だ。説得の方法が交渉になるのか、それとも拳になるのかは俺たち次第。無茶苦茶な話だが、力をある程度認めたからこそ出た提案だし、そのために暗黒界での長期滞在も許すということだった。熟考が出した条件としてはかなりの譲歩だとシャスターは言う。かくして俺たちは引き続きこの大地での冒険を続けることとなる。キリト、熟考をそれぞれ説得することになってしまいましたが、滞在を正式に許されているだけでも快挙です。まだ召喚と頑張ってくれますか？もちろんだ。そのために来たんだから不安にならなくていいよ。最後まで付き合うつもりだ。ありがとう、キリト。しかし実際問題、話ができる相手とできない相手がいますから、気をつけてことを運ばなくてはいけませんな。説得しなきゃいけない残りの実行は、暗黒術師ギルド、山ゴブリン族、平地ゴブリン族、暗殺者ギルド、剣闘士ギルド、オーク族ですな。この中でまず攻めるとしたら、私なら剣闘士ギルドのイスカーンとオーク族のリルピリンにまず交渉を仕掛けますね。ベルクーリさんと俺が一騎打ちをした後に騒いでた面々だよな。それはどうしてだ？キリトさんが和平会談でジャイアント族とオーガ族を手なずけましたね。手なずけたのかな。暗黒界は力が全て、力の掟に縛られています。ですのでああいう運びになるんです。剣闘士ギルドは暗黒界の中でも特に強さにこだわりがある集団です。ですので要は戦いに勝てばこちら側についてくれると思います。もちろん相応の力量がなければ不可能なわけですが、キリトさんならやれると信じていますよ。オーク族のリルピリンは少々好戦的ですが、決してアン君ではありません。思慮深さもある男です。こちらはもしかしたら個別で話し合いを重ねたらなんとかなるかもしれません。剣闘士ギルドとオーク族か。よし、わかった。まずはその2つの部族に交渉してみよう。でしたら手始めに剣闘士ギルドと交渉するのが良いかと。オブシディア城にある闘技場に行けば彼らと話せますよ。闘技場？そんなものがあるのか？はい、彼らの管轄区域です。私は苦手な場所なんですけどね。よし、剣闘士ギルドとの交渉に向かうか。カイナンに闘技場まで案内してもらわないと。あれは、いや、あの人たちすんごい頑丈なんですよ。寒そうな格好してますが、鋼の肉体ゆえにああなんですよ。簡単には切れない。
そりゃもう、これから行く闘技場は剣技も暗黒術もありの戦闘様式なんですが、それでもあの人たち他の種族に勝ちますからね。どうしたんだ？シェータさんがもし剣闘士ギルドと戦闘になった場合のことを懸念されてまして。剣闘士ギルド、剣士にとっては なあ、その懸念はわかる。やりにくいよな。剣闘士ってことはあっちは拳だろうし。うん、でも強いって鋼の肉体だから本気でやる。シェータが本気を出すとすごいことになりそうだから、もし戦いが発生してもやりすぎはなしでお願いします。分かった、やりすぎずでもやる。キリト、闘技場へ行こう。Hier geradeaus kommt es zu, hier geradeaus kommt ihr zu einem großen Rundbau. Das ist die Arena. Alles klar, werfen wir mal einen Blick auf die Arena. Es wird sogar angesprochen, dass sie damit sich da mit Alice so gut verstanden hat. Oh, wie geil! Oh, ich hatte echt so die Befürchtung, okay, es wird wie in Lycoris. Sie existiert einfach nur und es interessiert sonst nichts. Aber doch, sie ist tatsächlich im Spiel und sie bekommt jetzt diese Zwischensequenzen. Geil! Das ist cool.